道弁連の八木弘樹理事長は、道警に対し、自由と民主主義に対する重大かつ深刻な脅威で許されないとし、一連の問題の経過と結果の公表を求めました。この問題は、今年7月の参院選で、札幌で街頭演説した安倍総理に、安倍やめろなどと叫んだ男女が警察官に取り押さえられ、排除されました。法律的な根拠もしかも見当たらない、こうだからやったんだという説明もない、そんな中で、保健力がこういう行動を取ってしまう、これは非常に危険だと思います。